こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました、みさきの部屋。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日は、普段のポニーテールをよりおしゃれに見せる方法をやっていきたいと思います。はい。はい、はい、今日は、ゴム隠しがメインのアレンジになるんですけど、普通のゴム隠しよりも少し華やかに見えるので、お出かけだったりとかデートに使える方法になりますので、ぜひ参考にしてみてください。はい。それでは動画スターティン。すいません。まずブラシで全体を溶かしていきます。32ミリのコテで毛先を巻いていきます。まず半分に分けた状態で少しずつ毛先を巻いていきます。今日はポニーテールなので外羽と内巻きを交互に入れていきます。そうするとまとめた時に毛先がランダムに動いてくれるのでおしゃれ感が出てくれます。反対側も同じように交互にやっていきます。オイルを5滴くらい出します。手のひらに伸ばして毛先から順に表面まで伸ばしていきます。しっかりとツヤと束感が出るまで、足りない場合は足しながらつけていきます。右利きの方は右側の襟足を少し取り分けます。左利きの方は左側を取り分けてください。耳の高さくらいでまとめていきます。この時に少しブラシも使ってあげると表面がきれいに整います。ゴムで結んでいきます。真ん中の部分を少し掴むようにボリュームを出して、横も少しだけほぐします。残していた髪の毛を結んだ髪の毛の下を通して反対側に持ってきます。そして2つに分けてロープ状に編んでいきます。きつく巻きすぎるとほぐすときにほぐしにくくなるので、あまり力を入れずねじっていきます。下の方から少しずつほぐしていきます。これをゴムの部分に巻きつけていきます。毛先を下に向けた状態でクリップタイプのヘアアクセで留めていきます。もう一つアクセントでつけてあげるとよりおしゃれ感が出ます。頭を振っても崩れなければ完成です。はい、はい、こんな感じで出来上がりました。はい、今日のポイントはロープ状に編むことでゴム隠しの部分が少しボリュームが出て華やかに
見えるので、うん、ちょっとしたお出かけだったりとかデートとかで少しおしゃれをしたいとき、ぜひやってみてください。細切れで言ったはい。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ、さよなら。やっぱチョップするの癖がね今ね。